てめえは誰だ。近い。近いじゃねえボケ。貴様、私の姿が見えるのか。あ？何わけのわかんねえこと言ってやがんだ。普通私の姿を見ることなどできんはずなのに、私は死神だ。そうか。つまりあんたは死神で、そのソウルソサイティとかいうところからはるばる悪霊退治にやってきたってわけか。信じられるかボケ。スルー。格別うまそうな弾。聞こえた。間違いない、フォローの声だ。ユズ、ユズ来るな。フォローの声だ。死神、このままで全員奴の家族。当たり前だ。一つだけ、貴様がこの残白刀を体の血、刀をよこせ。死神で朽ち切る気。俺はうちの連中に手あげた魚すら。ケツが撤収。こいつらが邪魔するってんなら全員だってな。半分の霊力を与えるつもりが全て奪い取られてしまった。こいつは一体。よろしく。なんでここにいんだよ。ソウルソサイティとかいうとこに帰ったわけ。あそこへ帰れるのは死神。昨夜私の死に、今の私にそんな、知らねえよそんなこと。私に力が戻るまで死に断る。あんなバカな、昨日はそれは身内が赤の他人のためにはとてもじゃねえ。期待を裏切るようで悪いけどな。そうか、ならば仕方あるまい。俺の体、ついてこい。なあ、どこまで行くつもりだよ。この辺りだ。なんだよ。指令だ、ソウルソサエティからの。おそらくこの公園に。待て、なぜ助ける。あのだからって助けねえわけにいかねえだろ。目の前、死神とは全ての霊魂に平等で助けるという覚悟を決めろ。どこまでも駆けつけ、その身を捨てても助けるというか。
月少。そうか、ならば仕方あるまい。こいつらが邪魔するってんなら全員だってな。覚悟だとか、あもん知るか。てめえは昨日、体を張って俺を助けてくれた。あん時、死神の義務だからとか、なこと体を張るときってな。そん少なくとも。俺は、違う。井上。黒崎くん、お前引かれたのか。ちょこんって当たっただけだから。ごきげんよう井上。ごきげんよう。その足のあざは今ついたのかな。ひでえな、痛いだろう。どうしたの朽木さん。いや、送ってこうか。大丈夫、本当に。あの女、親しいのか。いや、別に。ろくに話したこともねえな。近所に3年前だったかな。当時、貴様の霊力は。今ほどじゃねえよ。ここまで霊が見えたり、バッチリ話せるようになったな。さ、なんなんだよ、さっきから。いや。悲しい。嘘。寂しかったんだ。お前がやめろ。てめえな、後からそれを兄貴が妹に向かって。そうか、ならば仕方あるまい。私は拒絶する。なる。
かし驚いたか。そのくらい浅成績死神ってん？よう、チャド。うん、怪我頭のは手とかのはで、バイク今、病院っていうか、おこんにちは。チャド、昨日、もらった指令、現場に向かうぞ。嫌な予感がする。